始まりまりした大ちゃんの熱量でで語るゲーム部屋どうもブラゴーリの大ちゃんです今回はプラチナゲームズが開発ニーヤオートマタのニンテンドースイッチ版ニーヤオートマタエンド・オブ・ザ・ヨルハエディションが発売されましたので早速プレイしてみましたこのゲームもともとプレイステーション4で発売されたのですが今年の10月6日にニンテンドースイッチ版が発売され早速プレイしたんですけどマジで面白すぎましたね ストーリーといたしましては今から遠い未来西暦5012年地球に突如エイリアンが襲来しエイリアンが操る機械生命体に地球を侵略された人間は月に移住することを余儀なくされましたしかし人間は地球を取り戻すためにアンドロイド兵士を用いたヨルハ部隊を結成し地球奪還を目指すというストーリーですねというわけで今回は。 プレイステーション4で買えなかったけどスイッチで買おうか迷ってる人のためにニーアオートマタエンド・オブ・ザ・ヨルハエディションのおすすめポイントを紹介していきたいと思いますまずですねストーリーリが最高でしたね先に言っておくとこののゲーム全体の雰囲気が少し暗めです主人公の 2B や 9S はアンドロイドなんですが人間的な感情を持ってるんですよ しかしですね人間からアンドロイドは感情的になることを禁止されているんですねでもですね 2B や 9S と違って敵である機械生命体は感情的になることを規制されていないのでとても人間的で感情豊かなんですよこの絶妙な違和感がストーリーに深みを出していると僕は思うんですよね個人的な意見なんですけどストーリーがいいゲームって敵キャラに 感情移入できるかっていうところだと僕は思うんですよそしてこのニーアオートマタ僕はですね敵キャラにとてても感情移入しししまいまいた敵やボスとの戦闘でも少し自分の心の奥に違和感があるんです正直敵である機械生命体の言い分も分かるなとこれは戦わなくていいんじゃないかなとしかし主人公は地球奪還のために機械生命体を排除しなければならない この絶妙なストーリーのおかげでどんどんゲームに引き込まれていくんですよ。ゲームを選ぶときにストーリーを重視する方このゲーム絶対に変えたと僕は思いますね続いてこちらアクションがものすごい幅が広くてたくさんの戦略を立てられるんですよ。主人公 2B が使う武器には種類がたくさんありましてそれによって攻撃のパターンは何通りにも変わりますし 一緒についてくるポットという機械もガトリングやレーザーといった攻撃パターンがあり近距距離離と遠距離のどちらからかででも攻撃できますプレイ動画を見ると攻撃の一つ一つが軽そうに見えるんですけどこれが意外と重厚感があって今攻撃がが敵に当たっっててるるぞー感すすごい伝わってくるんですよね回避の演出もかっこよすぎて意味もなく回避ばっかりしちゃう時もありましたね。 続いてゲーム中にかかる BGM がとても秀逸なんですよね壮大でどこか少し悲しさがある音楽はニーアオートマタの世界観にぴったりですボス戦の時に壮大な音楽で盛り上げてくれるんですけどどこか悲しさがあるんですよ 2B や 9S の敵への複雑な気持ちが音楽を通して伝わってくるんですよねそして豪華な声優陣ですね qb の声優を担当しているのは、石川由依さん、9s の声優は花江夏樹さんなどとても豪華です。やはり声もゲームのとても大事な要素の一つですからね。というわけで、今回ニーアオートマタエンドオブザヨルハエディションを紹介していきましたけど、いかがだったでしょうか？playstation4 から任天堂 switch の移植って僕は少しね抵抗があったんですよ。プレイステーション4の時に。 とても綺麗な画質が少し落ちちゃうんじゃないかなとかフレームレートが落ちてカクカクしちゃうんじゃないかなとかそんな不安全部吹っ飛んじゃいましたね皆さんもよかったらニーヤオートマタエンドオブザヨルハエディションぜひプレイしてみてくださいそれでは最後にニーヤオートマタエンドオブザヨルハエディションあるあるを一つ to be 可愛いんだから目隠しとって それではまた次回お会いしましょう。さようなら、小田剛ディーチポー。おだこでい